よし、じゃあ早速本命と決着をつけに行くとすっか。本命？じゃあ私は遊びだったのかしら。悲しいわ。おいコラン、そういう意味じゃねえっての。決着っつったろ。ロゼッタも無事だったことだし、このままユグドラシルマリスを。大丈夫、分かってるわ。でもあの子のところに行くのは少し待ってほしいの。お、なんでだよ。オイラたちはもう準備万端だぜ。ロゼッタの言ってたユグドラシルを救う力ってのもちゃんと解放してきたしな。それは私も感じるわ。でもね、あなたたちにはあの子の前に戦わなくちゃいけない相手がいるの。何？まさか帝国の手の者が。帝国の連中じゃないわ。あなたたちが戦わなくちゃいけない相手は青少女よ。ロゼッタさん、それってそんな、どうしてなんですか？ルリア？そう、そうよね。ルリアちゃんはもう気づいてるわよね。でもね、仕方のないことなの。でも何か他にも方法が。大丈夫、そう重く捉えないでちょうだい。ちょっとした力試しか何かだと思ってくれればいいわ。時にはぶつかり合ってお互いの力を知ることって、それはそれで大事なことだと思わない？おいおい、話が見えねえな。つまりその戦わなきゃなんねえ青少女ってのは一体何なんだ？それはね、このあたしよ。青少女ローズクイーン、あたしこそが今あなたたちが戦わなくてはならない相手なの。そんな、嘘よね。冗談だよね、ロゼッタ。ロゼッタさんの言ってることは本当です。今ははっきりわかります。ロゼッタさんは青少女です。待て待て待て、仮にロゼッタが青少女だとしてもだ、どうしてそれで俺たちと戦わなきゃなんねんだよ。仲間だろ俺たちは。私の青少女としての力は森と深く関係しているの。だから力を使うためにまず森や島に自分自身の根を下ろす必要がある。つまりは契約ね。そうやって力の範囲を限定することで私たちは進化を発揮することができる。これはあの子ユグドラシルも同じなの。そして私はあの子を抑えるため、あの子と同じこの島に自らの力を展開した。結果としてあの子を抑えることには成功したけど、一つ問題が起きちゃったのよね。問題と？今私とあの子は融合が進んでるわ。同じ森を拠点としたことの弊害ね。このままだと私までマリスに食われてしまうかもしれない。だから私を一度この島から切り離してほしいの。私と戦うことでね。嘘だろ、オイラたちロゼッタを助けるためにここまで来たってのに。ごめんなさい。そもそも私がユグドラシルを起こさなければ。もうみんなそんな暗い顔しないでちょうだい。さっきから言ってるでしょ、力試しだと思えばいいって。もちろんある程度のダメージは受けるけど、それで私が消えるわけじゃない。それにね、少し心配でもあるの。もしここで私に負けるようじゃ結局
あの子にだって勝てないわ。あの子だって立派な青少女よ。普段はおとなしいけど、やるときはやるんだから。だからね、お願い、私と戦ってちょうだい。そう、思ってくれるのは嬉しいけど、やるべきことはやらなくちゃね。しょうがねえ、そんなに言うならオイラたちも腹くくるしかねえよな。ったく、青少女ってな、つくづく難儀なもんだな。おい、そうね、でももう慣れちゃった。慣れてみればこれはこれで悪くないものよ。私頑張って痛くないようにするから。痛くないように全力で頑張るわ。ま、見たいってんならやるしかねえよな。あ、それに油断はできないぞ。そうそう、青少女相手に手を抜くなんて空にも星にも失礼だもの。全力でいらっしゃい。星の獣の矜持を見せてあげる。行きましょう。みんなで頑張ってロゼッタさんに認めてもらうんです。こそは茨の女王、神力と幻惑を滑る者。やめなよ。焦りは隙を生み出します。落ち着いて陽光の導きを。一個ミクネ流剣法、一生懸命頑張りますです。
の導きを。逃げ道なんてないわ。ドン！ヤッ！力になる。
よい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 。団長さん、やっぱり私の目に狂いはなかった。いいえ、それよりももっと昔から決まっていたのかもしれないわね。お、どうしたルリア。ロセッタさんの星小獣の気配がどんどん曖昧になって、いつもの不思議な気配に。そうね、それは無事星小獣としての力を閉じることができたってことだわ。これで私もまた団長さんたちと一緒に旅に出ることができる。ふん、おかえりロセッタ。ただいま。